ハッピーワンディッシュです。まずはアサミンモンスターの一皿です。エビいっぱいなちらし寿司、ピンクなちらし寿司、かわいいおひな祭りになりました。エビがたくさん入ってますね。そうですね、大きなエビがドーンと乗っていて、豪華ですね。はい、豪華で美味しそうですよね、はい、続いては岡山市のふうふうさんの一皿です。彼氏からのサプライズ誕生日ご飯。普段冷たい彼氏からのサプライズは涙が出るほど嬉しかったです、うん、たくさん作ってくれたんですね。そうですね、おしゃれで美味しそうですよね。これは嬉しすぎるサプライズですね、はいはい、洋食で、はい、いいですよね。サプライズの料理ってのは嬉しいですよね、うん、思い出に、ね、残りますね、はい、今日も手作りの一皿で最高の幸せを。ハッピーワンディッシュでした。